いいですか？よろしいですか？じゃあ、いいですね。じゃあ、よろしくお願いしはい。NHK をぶっ壊す。ということで、本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。私の刑事事件に対する判決が出まして、このように執行猶予がついておりますので、自由のみのままであります。現在もですね、NHK から裁判をされてお困りの方、現在もですね、本当にいろんな方が NHK の被害に遭っている中で、NHK 党の党首の私が、なんかした方がいいんだ。はすみい、ません、わかりました。はい。党首の私がですね、いわゆる収監されるというようなことがですね、あってしまうと、NHK の被害者をお守りする活動を一時ストップしなきゃいけないというのが一番怖かったもんですから、そういう意味ではですね、このように、なぜ執行猶予がついたのかについて、裁判長は、ほとんど理由を述べてらっしゃらなかったんですけども、まずいずれにしても、私はこれからも NHK からの被害者をお守りする活動ができる、NHK とこれからも戦っていくことができることに大変喜びを感じていますので、率直な心境としたら、ほっとしたというのが、まず最初の、この判決を受けての正直な感想です。で、事件については、私は3年前、当選をしてから、いわゆる国会議員になって、そこから、1ヶ月ないし2ヶ月の現職時代に、NHK の、集金人から情報を、個人情報を入手して、その後、国会議員を辞めた後ですね、直ちに NHK の業務を妨害したということの犯罪だったんですが、罪だったんですが、そもそもの私の主張っていうのは、NHK が反社会勢力とつながっているから、それを直ちに止めないと、被害が出るっていうことを訴えたことが、犯罪だ。こういうことなんですけどね。だから NHK が反社会勢力じゃなければ、この私のやった行為っていうのは、名誉毀損とか信用毀損っていう罪が課せられると思うんですが、あくまでも、個人情報を入手した、不正に入手したという、不正競争防止法違反と、NHK の業務を妨害した、威力業務妨害というようなところで、全然本来のものとは違う罪に問われたんですけども、これが NHK と裁判所の限界かなとは思っています。ですから、いわゆる誰かを傷つけたりとか、お金を奪い取るとか、そういう被害が出ていないと私は思っているので、そういう他の普通の犯罪ですよね。私欲のために、いわゆる禁欲や性欲のために、他者を傷つけたみたいな犯罪ではなく、明らかにこれはもう政治的な思想によって、国民をお守りするというために行った犯罪でありますので、私は、当時の私の行動については、一切、全く反省しておりません。あれはあれでよかったと思っています。国民のために、NHK に受信料を支払わない方のために、私がやった行為が、来年秋から NHK の訪問集金がなくなる。あの行為によって、NHK の前、上田会長が辞任され、今、前田会長になって、もう NHK の集金人が悪いことをしていることを自ら認め、来年秋からは NHK の委託業務による個別訪問をやめると、こう来てるわけですから、確かに私のやったことは法に触れる活動をしたのかもしれませんが、それは正義のために行ったことであり、恥ずることも反省することも一切ありません。で、あるにもかかわらず、裁判所はなぜか執行猶予をつけると。私がやったことが悪いのであれば、実刑にすればいい。3つの罪。これマックスで、どうも15年の罪にすることができるにもかかわらずですね。全然理由を、明確な理由もなく、執行猶予がつくということでしたので、裁判所もそこら辺は、もう少し明確に理由を述べてほしいとは思っていますので、控訴はしたいと思っています。控訴はします。したいと思って、します。ね。これを機にですね、先ほど今、総務省に確認をして、党名も変更いたします。
NHK 受信料を支払わない国民を守ると、NHK 受信料を支払わない国民を守るということで、今日、ネガティブなニュースが出ると思いますけども、少なくとも2割の方が NHK に受信料を払っていませんので、その方をお守りする活動をさらに強化していくということで、党名も変更して、頑張っていきたいと思っております。私の方からは以上です。先生。はい、弁護人を、主任弁護人を務めさせていただきました、弁護士の高橋と申します。今回の判決についてですけれども、非常に意義のある判断を受けられた部分もあると思います。ただ、個別の犯罪の成否、犯罪が成立するかという点についての裁判所の判断には誤りがあると思いますので、市の判断、その意味では非常に残念だなと思っています。意義があると弁護人が考えている部分についてですけれども、検察側の主張としては、立花さんの YouTube の活動が、あたかも一 YouTuber が収益目的で、動画、多くの視聴者の視聴を集められるような動画を作ったかのような主張をしていたのは検察官の主張でした。それに対して裁判所は明確に、そういった収益目的ではないと、政治目的、政治家としての活動の一部として行っていたということで、罰金の求刑については全て排除しています。そこについては非常に有益。有意義な判断だったと思いますけれども、他の部分、犯罪の成立については、やはり誤った判断があるので、高等裁判所での、改めて判断を求めていきたいと考えています。以上です。はい。できるだけご質問にお答えしたいので、どうぞご質問あれば。じゃあ、裁判官長を発表します。これも、あとはもう、すぐにするというような。そうですね。特段、弁護士さんの方で、準備が整い次第で、もう控訴することに決定をしておりますので、あとは自分で、どれぐらいですか。今日は、感謝から以上です。ご質問がある方は、挙手にてお願いします。なければ、ベラベラ喋りますが、いいですか。質問がないのもわかりじゃあました。いいですか。どうぞ、はい。ちょっと今日の裁判でなくてあれなんですけども、昨日の上げていた動画を見ても、NHK の、対応、どれだけの、支払い義務があるのかを明確に答えないとかですね、非常に、普通の国民から見ても異常な部分があると思いました。そういったところで、こういった裁判を、今日のじゃなく、その昨日のですとか、重ねているって非常に価値があると思いますが、結局、ある程度、その来年、集金が来なくなるというのは NHK との実績であるとは思うんですが、そのことによって、結局、被害者が減り、党の支持率が落ちてるかと思ってるんですが、そのあたりについては、立花党首はどのように感じてますでしょうか。はい。まず、党の支持率なんて正直どうでもいいんです。NHK の被害者をお守りするために政治活動をし、政党を作り、議員をしているので、私は別に政治家として活動しているのが主の目的ではありません。元 NHK 職員として、NHK が、今から18年前に発覚した不祥事を未だ揉み消し、隠蔽をしていることに対して、多くの国民が怒りを持っていて、受信料を払っていない。この受信料を払わない人に対して、悪質な集金行為や、狙い撃ちをするというか、恣意的な裁判を繰り返しているので、その方をお守りしたい、というだけでやっているものです。で、ご指摘にあった民事裁判もですね、昨日の段階でも、受信料を払いたいという原告の主張に対して、NHK は質問文に対しても回答しないというですね、とんでもない判断をしています。で、さらに、どれぐらいの期間 NHK と契約が遅れたら、受信料の割増金、いわゆる今国会で上程されている割増金について、回答してこなかったんですが、昨夜、平成25年の裁判で NHK は7日以上契約が遅れたら、割増金を取るっていう裁判で述べてた記録があるっていうことを教えてくれた人がいますので、NHK としたら何とか立花を刑務所に送り届けて活動をやめさせたいという思惑があったんでしょうけども、そうにならなかったので、この犯罪をしてから、
まあ、犯罪と疑われるというかね、まあ、この事件があってもう2年以上経ちますけれども、その後もどんどん NHK との裁判が進んでますから、まあ、これから NHK の、受信料裁判で数多くの勝負が出てくる時期なので、この今日の判決は執行猶予付きということで、本当に安心しているという、そういうところにつながるので、我々の支持率が下がる、素晴らしいことなんです。被害者が減るっていう。だから、それは喜ばしいと考え。他ありますか？どうぞ。今回の裁判では3つの罪が問われていたかと思うんですけども、今回の懲役2年5ヶ月の有罪というのは、どの罪があれと、影響したというか、そのどうですか？罪名で言うのであれば、不正競争防止法違反が一番重い罪になります。懲役10年以下もしくは2000万以下の罰金、これらの刑かという形で、罪としては一番重いですし、共犯の方も1年6ヶ月を受けたりとかというところがあるので、全体のバランスというのであれば、一番それが大きいのかなとは思うんですけれども、ちょっと裁判所としても、検察官に右になられたのかなというのが正直な感想です。内部的に、これたちこれたちこれでこうなったっていう感じではないのかな、結論あり的な感じだったのかなとは思ってどうぞ。何チームね。先ほど、公務員旅行にも。ごめん、今、秘書から連絡が来まして、総務省に電話で確認したところ、この当面変更 OK ということなので、夕方の5時までには提出して、今日中に済ませます。今日これ報道されると思うんで、この刑事事件の判決と同日に当面変更して、当面を広めたいという狙いで、今日中に必ずやります。基準上は、当面は新しい方に。それはもうどちらでも皆さんの、今日変更するわけですから、そこは、受理されて、それはもこれからですね、千葉の県庁の方に、千葉、我々、千葉なので、ただ、事前に総務省の OK を取っとかないとダメっていう、変なルールがあって、今、NHK 受信料を支払わない国民をお守りする党っていうものについて、略称 NHK 党について変更することに問題ないかということを総務省に確認したところ、問題がないという返事が来たので、じゃあ、もう、準備はしてあったので、それを当面のところを変えて、今から千葉県選管に届けていって、印鑑ついてもらった時点で OK ってなるので、おそらく本日の3時、あるいは4時ぐらいまでには、少なくとも5時までには当面が変更になりますので、記事はどちらでもお好きにお書きください。他ありますか？どうぞ。厳しすぎます。ごめんなさい。透明はもう一回正式なもの。ちょっと僕は間違っちゃいけないんで、NHK 受信料を支払わない。支払わないの和は、国からつきます。支払う、しと払うが漢字ですね。国民を守ると。NHK 受信料を支払わない国民を守ると。18文字になります。略称とか出なくて届けてる。略称は NHK 党です。このままです。これはもうすでに電話では総務省 OK に出てます。今日中にやりますね。他ありますか？ですから、ちょっと僕の方からもう少しじゃあ時間もあるので、この執行猶予って一体何なんだろうっていうことを皆さんによく、特に国民の皆さんには調べてほしいというか、私、執行猶予ついても何にも生活変わりません。これが、例えば両脇に座っておられる弁護士の先生だと、弁護士、辞めなければいけない。でも、私は何の資格もありません。で、政治家というのは執行猶予がつけば、これまで通りですね、選挙にも立候補できます。政党の党としての活動も当然、続けます。自分に対して何か、懲罰、党内での何か、罰を与えるつもりもありません。それは、先ほど申し上げた通り、私は別に誰か他人のお金を奪ったり、自分の経済的な利益を、今日裁判長、唯一いいこと言ってくれたなと思うのは、経済的利益を目的にした犯罪ではないと、これは検察官の主張を退けてくれました。
だから、求刑されていた罰金30万円というのは、認められなかった。で、ほぼ、ある意味当たり前っちゃ当たり前なんですが、経済的な目的で犯罪をするぐらいだったら、NHK の職員を続けてましたよ。もう何もしなくても、悪いことしても年収1200万ぐらいもらえてたんですから。だから、それは認め、られなかったということは喜ばしいことでもありますし、この刑事事件における執行猶予っていうのは、外国は知りませんけども、だから NHK の受信料制度とよく似てるなと思います。契約はしなきゃいけない。でも受信料の支払いは義務ではない。あなたは犯罪者ですと言いながら、じゃあ明日から何か生活が変わりますかって言われたら、私の生活何も変わらない。なんかこう、受信料制度とこの刑事事件における執行猶予付きのなんか有罪っていうのは似てるなとは非常に感じてますけども、普通こう落ち込んだりとかするんでしょうけど、むしろ本当に執行猶予がついてよかったなと。毎日毎日 NHK から裁判されてるって方の相談を受けていますので、その人たちがやっぱり、こう、心配するっていうか、対応できなくなるっていうのは僕一番困ることだったんで、全然、これからもむしろ精力的にやっていきたいな、と思っておりますので。じゃあ特に質問なければ。あ、先生の方から。はい。あと、今回の判決理由で非常に特徴的だなと思ったのが、あります。それは、被害者、実質的な一番の被害者はおそらく NHK なんでしょうけれども、NHK の被害とか、NHK がこれだけの損害を被っている、だから立花さんの刑を重くするという理由に、全くと言っていることになっていなかったということです。今回の、まあ、量刑の理由というところの読み上げがあったんですけれども、まあ、個人情報が危険にさらされたということと、まあ、脅迫の被害者の方が、まあ、恐怖心を感じたと。というところが主要な理由になってるんですけれども、まあ、NHK に対する業務の妨害、NHK はこれほど業務妨害されて、こんな損害が、まあ、生じてるんだから、重く罰しなければならない。そういった理由は全く述べられていない。という意味で非常に、まあ、特殊だなと。まあ、その裏返しという形で、立花さんの政治活動については、非常に慎重にというか、まあ、一定の配慮をした判決だったので、まあ、政治活動の意義はそれなりに重きを置いた上、で、まあ、その一方で NHK についての被害については、正直、文言上、判決の、まあ、文上は、あまりこう、大きな被害として見ていないのかなと、も、読める判決だったと思うので、そこは非常に、こう、なんていうか、特徴的な内容だったと思っています。ね、まあ、判決言い渡しが10分ぐらい、15分弱ぐらいだった。もっとちゃんと、3つの罪があるわけですから、しかも、執行猶予というのは、まあ、すごい悪いことをしておきながら、このまま私は野に放たれてるわけですよ。普通は悪いことをしてるんだったら、一旦刑務所に行って反省しなさいと。で僕は一切反省の趣旨、反省の弁を述べていません。そういう人に対して執行猶予をつけるっていうこと、まあ、最大15年の罪を犯すことができる罪を犯してるわけですよ。ある意味、殺人とかに近いような、まあ、裁判で裁かなきゃいけないぐらいの罪を犯してるっていうのは起訴されているにもかかわらず、執行猶予がついていることについての理由が、ほとんど NHK が被害者っていうことじゃなくて、なんか個人情報が漏れることが、被害者は全然届けでも出してないわけですし、実際個人情報って意見も漏れてない。だから、まあ、もうちょっと裁判所も理由をちゃんと書いてよっていう、そういう意味では、しっかりと高裁に判断、なぜ執行猶予がつくのかについての判断を求めたいので、控訴する、そういうことです。判断するか。そうですね、もちろん判断するか、だから、誰が困ってるんですかっていうことなんですよ、犯罪って。NHK が困ってるんですよね。でも NHK は僕の、まあ、この NHK が言うところの犯罪で、NHK は改革してますよね。会長が変わって、集金業務やめるって言ってるわけですよね。これが犯罪に当たるのかって言ったら、あとは国民、有権者の皆さんお一人一人が考えていただければ。皆さんの、まあ、メディアの方は自活の問題とかあるでしょうから、
ああ、立花は犯罪をして悪いやつってしか書かないんでしょう。でも、この時代、今の時代はネットがありますから、なぜ立花隆という人間が犯罪者になるまでに至ったのか、どうして NHK を辞めて、このような活動をしているのか、一人でも多くの方が私の歴史、私がやってきたことを知っていただければ、強く支持をしていただける方が増えると、また安心していただける方が増えると確信をしていますので、全然、むしろ今日は本当に元気です。じゃあ、特にご質問なければ終わります。が、いいですか？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。